安ラジオ今日もいいあんばいで過ごしましょうメンタルヘルス話サポートされた実感ってのまき私は55歳の時に社会人大学院に行きました。 医学リハビリテーション教育リハビリテーション心理リハビリテーション社会リハビリテーション職業リハビリテーションとリハビリテーションについてなら何でもありのコースで仕事を終えて夜間に集まる仲間の職種も実に様々でした私の同級生だけでも歯科医師家庭裁判所の調査官看護師保健師作業療法士、理学療法士、言語聴覚士 精神保健福祉士、難民施設の職員、特例子会社の社員、高校教員、盲学校の理学療法士、盲学校で新旧、えー、を教える新旧士、特別支援学校の教員などなど、それぞれの職業にかける様々な思いを知ることをできた貴重な2年間でした。指導教員は精神科医でしたが、人間を 病みながら生きる存在として捉え、人生において病むことの意味や、病みと創造性の関係、障害のある人間の可能性などを研究している方でした。私はこの人間は病みながら生きる存在という言葉にぐっと惹かれて、このコースにしようと決めました。援助する側も、実は病みながら生きている。あるいは、 将来病みながら生きるのですから患者さんや障害を持った方の生き方を学ぶことが山のようにありますそしてケアする側がケアされることなしにケアの職業は続けられないっていうふうにも思っていろいろ研究テーマを考えました、うん、結局私の修士論文は苦情に対応する看護職の実態とそのサポート というテーマにしたんですまあなんとか形にしたんですけれども、えー、今日はその中のごく一部苦情に対応対処中あるいはその後周囲の人たちに、えー、サポートしてもらえたと感じた経験っていうのについての調査の中から「自由記述」の回答について紹介してみましょう。サポートされた実感って一体どういうことなのか垣間見てみたいと思います。 約700人の看護職が調査に協力してくれました。質問の自由記述に答えてくれたのは239人。その中で一番多かった回答は、心理的なサポートっていうのに属すると考えられる148人の記述です。内訳は、ねぎらいの言葉をかけてくれた40人。自分の話をただ聞いてくれた39人。 自分の思いに共感同感してくれた35人心配慰め励ましの言葉をかけてくれた14人肯定的に評価してくれた11人さりげなく気にかけてくれた7人助けてくれる守ってくれるという言葉をかけてくれた4人でしたこのサポートされたいうは っていうのには、どんなことが言葉をかけられたことなのだったのか、ちょっと見てみましょう。例えばねぎらいの言葉っていうのはこんな言葉です。上司から大変な思いしたでしょうと温かく言われた。上司から役割を果たしてくれたとね。ぎらいの言葉をいただいた。お疲れ様。同僚から大変だったね。 と言われた。そんなことでした。苦情には対応せざるを得ないのですが、患者さんや家族の誤解ということもありますし、暴言などが伴っていたり、理不尽な要求もあります。自分のしたことではないことや、自分では対処しきれない問題も投げかけられます。何よりもその時の患者さんや家族の感情を浴びるわけですから、仕事と割り切っても辛いことがあります。そんな時、 たった一言のねぎらいの言葉でまた気持ちの立て直しができるわけです。大変だったでしょうという言葉が多いようですが役割を果たしてくれたっていうねぎらいの言葉なかなかいいですね。自分がした仕事の価値を認めてくれるっていうことこれはすごく嬉しいことです苦情に対しては上司が次に対応するとしてもその上司から あなたはあなたの役割を果たしてくれたって言われたらサポートされているっていうことが実感できるでしょうね次に多かった自分の話をただ聞いてくれたっていうのは話を聞いた上で助言などしてくれたなんていうのは含めてないんですただただ話を聞いただけで終わってる場合のことですこの技術,技術には聞いてくれた の前に十分にひたすらにしっかりとゆっくりとただ一方的になんていう言葉が入っているんです指導が欲しいわけじゃないんです答えが欲しいわけじゃないんですただただこの胸の内にある溢れんばかりの思いを聞いてさえくれればそれでいい 感情の器に注がれた他人の感情をそのまま抱えきれずに流し出したい時にはただただ聞いてもらうのが一番ですよね。ことが苦情だと何か良いち度があったんではとつい詮索したくなりながら聞いてしまうんですけれどもたとえコメントを挟みたくなるようなことであったとしてもとりあえずは十分にひたすらにしっかりと ゆっくりとただ一方的に聞いてくれるっていうことがあるとサポートされているっていう実感が持てたのでしょう何の反論もされることがないという安心の空間や信頼の関係がもたらしたものなのです調査のごく一部を紹介しましたけれどもねぎらいの言葉一つが ただその言葉一つあることだけでサポートされているっていうことが実感できるんですよねねぎらいの言葉なんて5秒もかからないんですからお互いにどん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 かけ合う文化を熟成させたいですよねとそんなことは当たり前だって思う日常の仕事であってもちょっと言葉を添えただけで疲れが充実感に転換されます いざという時に言おうと思ってもなかなか口には出ないんですよ。ですからね、毎日毎日どん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 使って慣れていくといいです。ねぎらいっていうのは言葉ですからね。お疲れ様お疲れ様お疲れ様でした。ね。ちょっと毎日。 何回もかけてみるとすぐ出てきますよ。本日のお話メンタルヘルス話はサポートされた実感って巻でした。